はい、おはようございます。こんにちは、のごっさんです。ですね、久々に天気もいいし薪割りしています。でね、まずね、今日はね、ご報告してもね、まあそんな意味ないんですけど、昨日の夜ですね、どうですか、似合ってますか。坊主頭にねしてみました。っていうのも昔からね、ちょっとね、髪の毛に悩みが多くて、何年もね、もう前からこうしたいってね思ってたんですけど、なかなかできずに、少しずつ少しずつですね、気持ちを整えて、昨日の夜、ねやったということでですね、まあね、これ薄毛とかね、髪の悩みある人じゃないとなかなか伝わらないんですけど、やっぱり本人はね結構毎日毎日気になるんですよね。皆さん大丈夫ですかね。まあ気にならない方は全然問題ないんですけど、まあ気になる方ね、もしこれをね見てる方でねいたらですね、意外とね、やっちゃうと楽になるんで、まあぜひね、スパッとおすすめします。眩しいですかね。ちょうどこっちからね光に、どうですかね。ゆくゆくはねツルツルに剃り上げたいんですけど、まあそれまでに少しね、頭皮を日焼けしておいて、こことここのね境界線の色が何ですか、同じぐらいになったらね、剃り上げたいかなと思ってます。はい、まあどうでもいい報告なんですけど、はいはい。それでね、ね、最近の話ちょっとね、今薪割りの最中で、休憩中に最近のね話で、宮古島沖ですか、わかんない、あの辺で自衛隊のヘリコプターがね、まあ事故にあったと、まあ事故というか、まあ墜落というか、まあ撃墜されたっていう言い方がね、まあみんなそう思ってると思うんですけど、おそらく、撃墜されたんじゃないかということでね、ニュースではそう言ってないんですけど、まあどう考えてもね、素人が考えてもちょっと不思議なニュースですよね。ね、陸自の何ですか、すごい上の幹部のね人間が何人も乗ってる、ヘリコプターがね、燃料がどうとかって墜落するんですかね。皆さんはニュースそのまま受け取ってないですよね。しかも何ですか、墜落の時にね、こう緊急要請じゃないけど、こうそういう救難信号的な、何も出せずにレーダーから消息を絶つっていうことが、本当に日本の最高峰の自衛隊のね、自衛官の運転であるんですかね。まあないと思いますよね。だからもうね、何年も前から僕も動画でたまに言ってますけど、もう始まってるんですよ皆さんね。なのでたまたまね、日本はね、ああいう形の報道しかしないので、比較的国民性もあって信じてしまうっていうね、まあ国民性、騙されやすいとも言えますね。まあ我々のじゃあ日常にね、直接ヘリコプター墜落が何か関係があるのかって言われると、まあ、直接ないんでしょうけど、ただ明らかに、海外なのか、まあ、国内なのか分かりませんけれど、何らかの工作活動がいよいよこうね、目に見える形で起きてきているのは事実だと思った方がいいと思います。はい。なのでね、コロナの時もそう、なんかあったかな、食糧危機もそう、環境問題とかね、持続可能なとかいろいろやってますけど、まあ大体何ですか、耳障りのいい言葉にペロッと騙されちゃうのが日本人なので、ぜひね、怪しいと思いながら生活していいんじゃないんですかね。疑うことは悪ですかね。僕はいつも疑いながらね、いろんな事象に対して鵜呑みにはしません。なので普通一般的な方からするとだいぶへそ曲がりというか、なんだよこの人って思われることもあるかもしれないんですけれど、まあでもそのくらいね、事実はどこにあるのかっていうのをね、気にしたっていいじゃないかってことですよね。何も気にしないでね、ただじゃあ働いてお給料もらって好きなことして生きてれば、まあ、それも幸せなんですけど、
ので本当にそれでいいのかっていうのが、まあ、僕の中にはあるので、まあ、今回の、ね、ニュースも軽くですけどヘリコプター墜落ね、まあ、何か、報道の、ね、以外の、ね、きっとあると思います、まあ、皆さんね、まあ、そう思ってると思うんですけどこれから、ね、どんな展開になっていくのかね、まあじっくり見守りながら自分でも、ね、情報を拾いながら、行きたいかなとは思っています。はい、まあ、また髪の毛のね話にまた戻っちゃってあれですけどね、戻らなくていいか。まあそうなんですよね、あの髪の悩みはね人それぞれ、最初に言いましたけどこの辺もちょっとなんかハゲた感じになってますかね、わかる、うん、この辺が薄くなってきたんですねなのでもうね年々毛が細くなってね、シャンプーのたびに抜け落ちて、で親父の頭なんか見てるとあーって思うわけですよ。これは逃れられない定めがそこにあるなと。なので、まあ早いうちからね皆さんの目に触れてもらえば、まあこの頭がね、まあ、短くしてるのがスタンダードになれば楽なので、こちらも楽だし楽だしっていうのがいいんだけど、はい、まあ坊主にしてしまったというね話ですね。ちょっとまとまらない内容になっちゃいましたね。自分が坊主にした話とね、宮古島のヘリコプターのね墜落で、まあごちゃごちゃになっちゃいましたけど、まあ、たまにはちょっとあの、まあ、しゃべりたいんですよこういうね、特にね自分のね中に何ですかね、入れとく、ずっと入れとくの難しいですよね。あの悩み事ってやっぱ誰かに話したいんですよ、まあ、悩み事とかそう思ってること、だから宮古島のこともふつふつ思ってるし、自分の頭のことも誰かに言いたいけど、あんまりこういうのを面と向かって言われても、あの言われた方も、まあ、大体ね、いやそんなことないですよとかね、まだ大丈夫ですよとかね、まだとかねなるんで、まあ僕はあのその辺をまあなんていうんですかね、いち早く、もうね肩の荷を下ろして楽になりたいので、まあ、こういう選択にしてみたということですね。はい、まあ、ちょっとそんなわけでね、僕のね今後髪の毛がどういう風にね変わっていくのかもね、ちょっと注目していただけると、まあ多少の楽しみになるかわからないんですけど、はい、そんなわけでね、ちょっと巻き割りの最中にたまには、どうでもいいこと喋ってみたいということでカメラを回しました。はい、すいません、どうも野口さんでした。また見てください。お願いします。